どうも皆さんこんにちは、タルバ工場のアンデです。今回もドッキリ神回3、前回の続きからやっていきたいと思います。それじゃあステージ6、ハテナ会議って書いてあったかな。ハテナ会議だ、出た。いや俺こいつの名前結局知らないままここまで来てしまったな。でもこれ簡単ですよ。この花たちを集めていき、あれなんだ、やべ失敗したっぽい。これかなんだ、何してんの、どこだ、これか、あ噴水出た、チェリーブロッサムゲット。やべやべ誘拐される。待てめちゃめちゃ嫌な後ろ姿が見えてるんですけど、関係ない。来ました、皆さん行きますよ。まず冠を、わかりました、この冠をあげます。でこのイチゴを手に入れてあげると、来た来るかあいつか。やべめっちゃ押せって揺らされてるわ。じゃあ押しますよ。え子供できてんだけど。あなた浮気ねみたいな。どういうこと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 。めっちゃ怒られてる。めっちゃ怒られてんじゃん。ではステージ7行きましょう。通り雨回避だって。いやこれ俺これ系得意だったんですよ今までね。この傘をゲットしてこうするだけよ。はい、もうこれで僕は何もする必要はありません。え大丈夫、ええなるほど、店内駆け込み逃げ大作戦。なるほどね。うわ俺完全に背景だと思ってたわ、この後ろのなんかコンビニみたいなやつ。うわやられたわ、ドッキリ神回3、一筋縄じゃいかせねえぞと。なるほどね、後ろの背景まで使えって。なるほど、深いですね。じゃあ次どうぞ。来ました、ステージ8、ゾンビ回避だって。あでもこれあれかな、余計ゲームのやつか、俺が操作するやつっぽいな。まず上でしょ、とりあえず。はいはい完璧で上で、これなんだ、これ踏めばいいのかな。沼やん、避け続けなさいってことかな。それともあれか、あ分かったわ、このゾンビ2体をこの沼に落とすとかなのかな。これ斜め移動できないね、来た。でここにすれば1体落とす、落ちたぞ。なるほど、ちょろいぜ。 OK みんな来た、いけそうだ、こいつを潰せそうだ。でここに行くでしょう、でこっちに行くでしょう。はい、よっしゃ、じゃ本日これを最後にしようかな。波回避星9、星じゃねえや、ステージ9行きましょう。やばいやばいやばい、えだいぶやばくない、どうする、あ待って待って救助、あぶらぶら、待って待って、あボール、ああえ、あ意外と潜らせる、いやでもダメでしょ、助けろ、奇跡を起きてくれ。待って考えろ、これこれはこれなんかできない、なんかタコ出てきたって、タコタコかカニタコで。いや今この時が溜まってる隙に何もできない。分かったかも、分かったぞ、このカニでこれを切るとか、あタコで窒息させるのか。来た、なんだ来たぞ、何これ、あ浮いた浮いた浮いた、これでこれで避けられたってこと。うわかっこよ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。